こんにちは、速稼塾の久保です。XRP、リップルと呼ばれている暗号通貨ありますけども、この前 SEC にね、提訴されてましたよね。でも逆にですね、こんなネガティブなニュースだけではなくて、ものすごくポジティブなニュースもあるんですよ。今日はですね、リップルが50ドルに向かうというね、50ドルっていうと、5000円ですよ。今40円とか50円とか、あの辺でしょ？今44円ですね。このぐらいのリップルが5000円っていうと10倍以上ですよ。こういうふうなフォーキャストもあるんですね。ちょっとそれについて話していこうかと思います。リップル価格50ドルへの高騰視野、アナリスト高評価、超強気シナリオがあるということでございますね。これは2021年2月7日のコインパートナーの記事からです。いやーすごいですね。どんなことなんでしょうね。まあ、確かにね、 SEC によるリップル社会、リップル社提訴が明らかになって、それ以降暗号通貨業界にとどまらず、さまざまな業界において話題の渦中にあったリップルなんですけども、さあこれがですね、最終目標価格は50ドル、そのユースケースを高評価、潜在的可能性が背景にということでございます。まあ、これはにわかにはねどうなのかなと思いますけども、ただねやっぱり、今ね 26.34 円からリップルは 0.75 ドル、つまり80円近くへ高騰を記録しましたよね。これ結構2度ほど起きましたよね。ダブルトップをつけたのか、70円台に2回ぐらい入りました、短期間のうちで。現在なんですけども、リップの価格はまあ45、6円というところなんですが、それでもね何かと目が離せない乱高下を繰り返しています。で、 XRP には多方面でユースケースが存在していて、時価総額の課題はまあ問答無用ということで、アナリストが語っている場面もありますよね。まあ、とにかくここ最近のリップルのラリーっていうのは、送受金手段という観点において、テザーや中央銀行発行デジタル通貨 CBDC が注目されつつあるわけなんですけども、リップルが本当に必要なのかを人々に認識させる契機となっているのもまた確かなんですよ。ちょっと難しい言い回しになりますね、すいません。 SEC による訴訟問題っていうのがありましたよね。それを受けて時価総額を大幅に下げたのがリップルなんですけども、改めてビットコインやイーサリアムなどの他の主要通貨に匹敵することができる存在となり得るかについても逆に注目を集めちゃったんですよね。つまりこの SEC の提訴がもしね取り下げられたら、どのぐらいのポテンシャルを生むんだろうっていうふうに素直に感じる方がまた増えたわけなんですよ。とにかく訴訟っていうとちょっとネガティブなイメージがありますけども、訴訟っていう事件に対してね、改めて暗号通貨に意識を向ける方が増えるっていうのもこれ確かなんですよ。まあ、この点に対してですね、自身の見解を示したツイッターにて、約 3.3 万人ものフォロワーを誇る人気仮想通貨アナリストであるマジックさんっていう方がいるんですよね。 MAGIC マジックさんはリップルのユースケースを高く評価しております。つまりリップルには実際のユースケースが存在するため、時価総額は問題にならないというね、今日のメインテーマになるわけなんですよ。ちょっと読んでみますね。想定される時価総額の制約による XRP 価格上昇の可能性に疑問を呈する人々は、リップルが世界中で数兆ドルを移動させるように設計されている、そして実際にこれは実装されているんですけどね、そういうことを理解していないということなんですよ。要するに危険なところばかりを見て売りに走っちゃう人は全然分かってないよってことなんですよね。問題視されている時価総額は、その設計が実現した場合に爆発するということなんで、リップルにはまだね大きな可能性が残されているってことですよ。リップルには実際のユーティリティ担当者が存在するということも言われていますね。こういうふうなツイートもあります。リップルのムーンショットラリーの目標は9ドル、約948円ですね。私は正直に言って、それが起こった場合、リップルの価格は20ドル、つまり2107円ぐらいですけども、以上にまで上昇し、最終目標としては50ドル、今のドル円換算でいうと5267円前後になると信じているということなんですよね。まあ、この方の分析をどう捉えるかっていうのは人それぞれなんですけども、まあでもね、 XRP が50ドル5000円になるって、想像できますか。すごいことになると思いますよね。でも暗号通貨ってこういうふうに考えられないような上昇を見せてくるから人気があるとも言えますし、それがなかったらね、逆に言うと暗号通貨ってね、何の意味があるのって話なんですよ。株式にしてもその他の先物にしても、もうね10倍20倍っていうものはなくなっちゃって、ボラティリティは落ち着いちゃったんですよね。
それこそね、数年で、5年とか10年で倍になる不動産物件なんて、まあないわけですよ。その中で暗号通貨だけが少額で手に入るのに、しかもね、めんどくさい手続きはほとんどないのにアカウント作るだけですから。なのに、10倍とか100倍っていうポテンシャルが存在するんですよね。もちろん危険性を無視できませんけども、さあ私が考えるところ、危険よりももしかしたらね、これメリットが大きいのが暗号通貨の市場じゃないかなと思うんですよ。もちろん、銘柄には気をつけないといけませんけどもね。私とその中でも、かなりの信憑性と、まあ有名ですよね、XRP っていうのはね。やっぱ何よりも有名なものに乗っていくっていうのが、まあ投資の人気商売の原則なんじゃないかなと思いますんで、これからも XRP、私もね、注目していこうかと思います。それでは本日は以上です。